ノマドスカルプトで作る可愛いリボンの作り方をご紹介します。字幕をオンにしてご覧ください。チャット GPT で作成した画像を環境画像にして、このようなキラキラのリボンを作ります。デフォルトで入っている球体を使います。右支点にして青い丸を持って厚みを薄くします。正面に戻して、左のバーの一番上のミラーを長押しします。メニューを開いて経年 X をタッチして解除、経年 Y をタッチして有効にします。右上のボタンからドラッグを選びます。リボンの形になるように右上を引っ張ります。 Y 面にミラーが働いているので下も同じように変形します。形を調節します。右上のボタンからクリースを選んでリボンの筋を描きます。リボンの下のパーツを作ります。左上のシーンからクローンでパーツを複製します。この時左のバーのミラーをタッチして解除してください。緑の丸を持って大きさを小さくします。青い円を持って角度を変えます。少し重なるように配置します。右上のボタンからドラッグを選択します。下のリボンを少し伸ばします。右上のボタンからトリムを選んで、投げ縄自動検証をタッチしてください。リボンの端を囲って切り取ります。ドラッグで形を整えます。左下のボクセルで数値を150くらいにしてリメッシュ。右上のボタンからスムーズを選んで表面を滑らかにします。反対のリボンを作ります。左上のシーンからパーツを選択した状態でクローンで複製します。右上のバーのミラーからオブジェクトを反転 X を選択します。反転しました。下のリボンも同様に作ります。真ん中のパーツを作ります。左上のシーンから球を追加します。赤い丸を持って幅を小さくします。大きさを調節します。リボンが完成しました。色をつけます。左上のシーンからパーツをすべて選びます。左下のカラーをタッチ、好きな色を選びます。粗さで質感を変えられます。メタリックで金属のような質感になります。すべてをペイントで色をつけられます。左上のバーの太陽のマークから環境をタッチします。読み込むから環境画像を読み込むことができます。チャット GPT で環境画像を作成します。私は環境画像作成に必要なプロンプトを最初に聞き、画像のような条件で環境画像を作成してもらいました。チャット GPT で作成した画像を読み込みます。見た目が変わりました。
環境画像をパーツに移すために、左下のカラーから粗さを0に、メタリックの数値を高くします。少し淡い色を選びます。すべてをペイントで色をつけます。左上の環境をタッチ、回転で画像の角度を変えることができます。露出で明るさを変えることができます。ハイライトを入れます。左上のシーンからライトのポイントを追加。ハイライトを入れたいポイントにライトを移動させます。強度で光の強さを変えられます。画像を書き出します。左上のフォルダのアイコンをタッチ、レンダリングの書き出す PNG を選択します。右上のボタンで保存します。レンダリングの中の透明な背景にチェックを入れて書き出すと、背景が透過した画像を書き出せます。